まあ、まだ終わってないからね、ワンピースは。今からでも間に合うからね。そういうことじゃなくて。ありとけの夢を抱き合いちめ。ちなみに私は全然。ゴムの木でも実だよ。ゴムゴムの木はやばい。木はダメだと思う。ゴムゴムの実。でも私、ワンピース全然知らない。まださ、ドラゴンボールがさ、日曜とかのさ、うん、朝、うん、にやってたじゃん。で、なんかたまにつけてたじゃん、テレビで。うん、それでなんか、ところどころのシーンは見たことあるけど、なんか見つけてるんだけど怖い。何見てるのかわかんない。虫でにゃんなんかいる？私はね、捕らえられないんです、虫が。あ、なんか行っちゃったよ。私が履修しているアニメってほんとコナンかフルーツバスケット、あと何、プリキュア。でもプリキュアね、ほんとにすごい自分その初代がさ、ちょうど世代ですごい好きだったのに、ストーリー覚えてますかって言われたら全然覚えてないの。やっぱ物心ついてないから。その白の子と黒の子がいるとか、そのビジュアルは覚えてるよ、さすがに。すごい回るじゃん、あなた。すごいじゃん。すごいじゃん。失礼いたしました。いや、そう、だから、プリキュアの、その、見た目とかはもちろん覚えてるんだけど、うん、ストーリーを覚えてなくて、あんまり。うんうん、なんか、すごい覚えてるのが、うん、その子たちの女の、黒の方の子が、ボーイッシュな方の、髪短い子が、うん、あれ、なんて言うんだっけ、さ、特殊な部活だったの。クロケット。っていうんだっけ？だっけ？なんか、そう、そう、うん、そう、そう。その時、その時代、なんか、流行った。そう、棒のとこ先に、こう、カゴみたいのついて、うんうんうん、それ、ボールをね、そう。やるやつ。クロケットだったような気がする。なんか、ちょっと忘れちゃったけど、それに憧れたのはすごい覚えてる。うんうん、で、実際、こう、ね、部活やるってなった時に、そういうのってもう、めったにないから、うんうん、あ、ないんだっていうね、感じだけどね、そう。すごい、それに憧れたこととかは覚えてるの。それがに、うん、憧れの気持ちを抱いたこととかは覚えてるんだけど、うん、どういうストーリーだったかは何も覚えてない。あと、キャラクター覚えてる。なんか、プリキュアになるときに、うん、なんかちっちゃい、なんか、うん、なんか、そういう動物みたいな、やつが一緒にいて、みたいな、うん。そう、それぞれの、ポメ、なんとかポメみたいなやつは覚えてるね。それぞれの主人公に、それぞれのキャラクターが。で、なんか、携帯みたいな、うん、やつ、あれも、うんうん、そうそう、携帯みたいな、コンパクトみたいなやつ、なんか、うん、いわゆる、変身するためのやつみたいなのも、すごい覚えてるのに、中身を、物語は覚えてないの、うん。どういう始まりで、どういう終わりだったかとか、何にも覚えてない。なんか誰かがガサゴソしてる音が聞こえる。誰ですか、いたずらしてるのは。クロ君、キー君、すんごいやべってなってますけど、ダメです、ダメです。ほら、キー君明らかにやべー、怒られる、怒られる。いたずら三兄弟、この人たち今日からいたずら三兄弟って呼びます。じゃね、行っちゃったね。黒ピ、
ぱ朝からいるな、ミコが。まだいます。新しいの食べたら、そのリンゴジャムだっけ、おかゆ出てたね。ジャムじゃなかったじゃん。リンゴバター？バターか。うん。どんな感じ？どんな感じ？なんとも言葉の表現が。リンゴ感は？リンゴ感ある。リンゴはあるんだね。え、美味しそう。指まで食うの。タワにはやったの。そうだよ、タワが今積極的だったから順番抜かししたんだぞ。後ろかな。かしこまり。